御東城は岩見国王地郡現在の島根県王地郡川本町にあった日本の城、岩見小笠原市の居城。御東城は河野川の支流である海下川と矢谷川に挟まれた山に築かれた山城。山頂に二段で構成された主角があり、その周辺から東に向かう尾根が二の丸に相当する狂となる。二の丸は東端の高所に矢倉台を設け、 本丸までの間を連続した掘り切りで遮断している。本丸から北西方向に向かう尾根に3番目と4番目の車があり、四角側を馬線場、離れた方を寺屋敷と呼ぶ。また、寺屋敷よりもさらに北西に降って江戸川に近い山麓が倉屋敷と呼ばれており、平時の館などがあったと推定される。温東城の北東約1 5キロメートルに、 出ジロの赤城がある。ただし、先に築城されたのは赤城であり、小笠原氏の本拠が温東城に移った後に、出ジロとして使われたと考えられる。温東城の築城及び赤城からの移転時期は、定かではない。小笠原長氏が当主だった、昌平九年にすでにあったとも、時代の小笠原長吉が、王栄元年に岩見守護の許可を得てから築いたとも言われている。 小笠原長尾の時に、毛利氏と天古の岩見銀山争奪戦の中で、毛利元成により攻撃を受け、A6 元年または翌2年に陥落した。A6 元年2月に毛利軍が迫ったため、長尾は天子軍と共に別当城に陣を構えて迎え撃つが、温頭城に退却。しかし、毛利軍は湯温城を落とせなかった。そこで同年、または、 翌年の5月下旬に、毛利元成、毛利竜元、小早川高景らも合流した1万2000の組勢で進行。周辺の日和城や赤木も攻め落とされ、6月には御東城を囲まれた。この時も元成は御東城のすぐ東側に神城である海下山城を作っている。7月には天子春久は、 援軍として出陣するが、豪雨の影響による増水で、豪の川を渡火できなかった。そのため、高影の説得を受け入れた8月に会場。長尾足を免れて神ビ美寺に移された。ありがとうございます。